ハーダーはアメリカ海軍の潜水艦、タング級潜水艦の一隻。艦名は南アフリカ沖で見られるボラの一種にちなむ。その名を持つ艦としてはガトー級潜水艦46番艦以来2隻目。ハーダーは1950年6月30日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1951年12月3日に、 ケイローガンコールによって、命名、浸水し、1952年8月19日に、艦長、RB ラニング中佐の指揮下収益する。ロードアイランド州、ニューポート沖での成長後、ハーダーは、コネチカット州、ニューロンドンから、バハマのナッソーまでシュノーケルを用いた1000マイルの、先行を達成した。その後、ニューロンドン沖で高速攻撃型潜水艦の、評価試験に従事した。 ハーダーは1953年6月にニューロンドン沖での艦隊による作戦活動を開始した。まもなくイギリス諸島に向けて出航する。この航海中にハーダーは搭載するゼネラルモーターズ射精16から338パンケーキエンジンのメカニカルトラブルを経験する。1953年8月にハーダーのエンジンはアイルランドの東海岸沖で完全に停止し、 潜水艦救難艦トリンガによって栄光され、大西洋横断、ニューロンドンに到着した。この栄光は2100マイルにも及び、潜水艦史上最長の栄光距離となった。続く数年間、ハーダーは大西洋艦隊及び、NATO 軍艦艇と共に訓練及び、即応作戦のスケジュールを実行した。大西洋北部からカリブ海にかけての海域で、 ソナー評価試験及び対潜水艦戦演習の支援を行い、先行模擬攻撃作戦に参加した。1959年3月、演習サバイセックスに参加し、ニューファンドランド島沖で280マイルもの距離を先行して、開評価を巡行し、通常動力潜水艦としては最長の距離を記録した。大西洋で3ヶ月間の先行演習を完了した。 あと、ハーダーは母校をサウスカロライナ州チャールストンへ変更し、11月17日に到着、第4潜水セ隊に合流した。大西洋とカリブ海での作戦活動を1年以上続け、1961年5月24日にチャールストンを出港、ヨーロッパ西部及び地中海配備に赴く、6月9日にドイツのブレーマーハーフェンに到着、 ハーダーは西ドイツ海軍艦艇と共に対戦水艦作戦の支援を行う。翌月スコットランドのホーリー・ロッホ及びスペインのロタを経由して地中海入りし第6艦隊と共に平和維持活動を支援する。ハーダーは8月28日にチャールストンに帰還した。ハーダーは訓練演習、アスロック及びその他の対戦兵装システムの評価試験に従事。 多忙なスケジュールを過ごし、1962年10月に、オーバーホールのためチャールストン海軍造船所に入居した。作業は1963年4月に完了し、ハーダーは大西洋岸及びカリブ海での作戦活動を2年にわたって継続し、水中での戦術を磨き上げ、駆逐艦をはじめとする水上艦との対戦作戦演習に従事した。 ハーダーは10月22日に再び、チャールストン海軍造船所に入居、オーバーホール及び近代化が行われ、その船体は18フィート延長、新型のパフズパッシブソナーシステムが収められた。また、上部構造の設計は変更され、新型エンジンへの乾燥及び、電気、電子機器の改善が行われた。近代化は1967年初めに完了し、 ハーダーは、艦隊に復帰した。ハーダーは1973年1月31日に、退役、1974年2月20日に除籍され、イタリアに売却された。イタリア海軍では1974年8月18日に、収益し、ロメオ・ロメイと命名された。ありがとうございます。